ってるんです。今回はね、この DT ウルトラ2にね、以前ヤフーフリマの方で購入したこの6枚入りのフィルムですね、ガラスディスプレイ画面保護フィルム、ちょっと仮に貼り付けていきたいと思います。ちょっと綺麗にふきふきして、あれ拭かなくていいか。一応これね、フィルム貼られてるんですよ、密かに。薄いフィルムが、ちょっと一応濡れティッシュでちょっと拭いた方がいいですかね。ちょっと扇風機止めてた方がいいね。扇風機つけるとゴミが飛んじゃうから、カバーはいいか、そのままつけといて。ちょっと乾いてるな、だいぶ。これで一応何回かこうやって拭いて、こんなもんでいいかな。こうやって拭いて、暑いね、沖縄なんだけど、沖縄の方がでも風まだあるからな。本土の向こう内地はね、本当に風もないからね。沖縄風強いからさ、まだマシな方なんだよな。これペタペタやってもいいんだけど、またあれなんだよな、なんかシールのなんか跡みたいなのがついちゃうから、結局これで拭くとまた一緒なんだよな。本当はこのカバーも外した方がいいんだけど、シリコンカバーとかカバー類は本当なのね。これこうやってやるよりは一回でこうやってやった方が綺麗に貼れるから、拭ける拭いた状態がとってもいいから、拭くとさ、なんか若干なんだけどゴミがつくんだよな。まあ、こんな感じで、これで一応貼るけど、フィルムもね、6枚入りなんだけど3枚で、あれ1枚ないな、3枚は残ってるのかな、ちょっと覚えてないけど、これをちょっと貼ろうかなと思って、こっちの下のやつ、記録とはね、スペースを。こっちにもなんかシールがついてるような気がする、ゴミがついてるな。ここにもペタペタちょっと貼って、ゴミがちょっとついてるみたいなんで、何だろうな。これで貼るんで、小さいのが意外と難しいんだよな。あ、ダメだ、ずれた。やっぱりガイド式の方が
いいっすね。このガイド式の買ったんだけど、家にも届いてるんだけど、それちょっと行方不明になってるんですよ、なぜか知らんけど。こんな感じで。もう慣れたけどね、これ貼るの、このサイズ。これぴったりサイズじゃないんでね、若干小さめに作られてるんでね、あのガイド式のやつより届いてるんだけどね、もう4日ぐらいになるのかな。俺実はこれ1回貼ってたんだけど、さっき剥がしたんですよ、この貼り付ける動画撮るために。一旦剥がして、これ貼り付ける動画撮りたいっていうことで一旦外して、さっきでまた今貼ってるんですよ。こういう感じで、女の、外人の女の、こうやって。これ最近アメルカリで買ったんですよ。2枚入りなんだけど、少ないんだけど、ガイドがついてて700円でだったかな、買ったんだけど、結構得な買い物したよな。結構タッチ感度もこうやって悪くないから、こうでしょ、これは通知。DT ウルトラ2ね、これね、あの別の動画で説明するけど、前回返品してるんですよ。で2回目の購入なんで、で Wi-Fi と Bluetooth が切れるんですよ、接続。これは今回も変わらない。でバッテリーが持たないのはこれで返品の理由だったんですよ。 Wi-Fi と Bluetooth 接続が頻繁に途切れる、切れるってことで、遮断されるってことで。だけど今回はね、もう前回分かってるから、返品してるから、まあこんなもんだろうなっていう感じで、もう受け止めるしかないんで、2回目さすがにこれ返品したくないからね。これとってもいいものなんで、前回 HK ウルこれ返品する、あのこれ購入する前に HK ウルトラ1買って使ってたんだけど、まあこれも全部動画にアップしてるんだけど、あのあれは SIM 対応で、俺 UQ モバイルなんで、まあ KDDI の系列のやつなんだけど、ナノ SIM 入るんだけど、ただソフトバンクだけサポートしてるみたい で他は多分ドコモは分からないけどね、多分ソフトバンクだけしか多分使えないんじゃないかな。でな、その SIM を刺さないと電話もできないし、通話も来ないんですよ。だから Wi-Fi でやるしかないんだけど、Wi-Fi で電話もちょっと使えないとちょっと困るから、あれ返品したんですよ。でそれでだけだったらいいけど、あの返品の理由にはならないけど、工場出荷時に急に削除していますっていうになって、なんかリングの表示がされて削除していますってなって、工場出荷状態に戻るんですよ。これ4回ぐらい起きたんで、もうさすがにこれは使えないなっていうことで、チェック、もうアプリとかね、いろんなの動画とか写真入れてもさ、ああいう風になっちゃうとまた一からやり直さないといけないし、でそれ以降起こらなければいいけど、何回も起こるから、あこれじゃダメだっていうことで返品したんですよ。この出品者にはもう昨日ぐらいに届いてるみたいで、撮ってる日時が8月15日木曜日15時34分なんだけど、はい、以上ですね。これを今度並べて、終わりたいと思います。今回ね、この DT ウルトラ2のこの画面にね、このヤフーフリマで購入した、これにもハローウッズ3プラス2020にも貼ってるんだけどね、ディスプレイ。この6枚入りのね、ガラス保護フィルムを DT ウルトラ2の方にね、仮になんだけど貼り付けの方にやってみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイ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 。
ょっとあのフィルムちょっとはあの探さないといけないな。どこに行ったのかわからないな。探してから紹介やって、で別で日本語で撮るかな、貼り付けのやつは。はい、失礼します。